ニューイヤー駅伝 2091km 地点から群馬大橋方向全日本実業団対抗駅伝競争大会は日本実業団陸上競技連合が主催し毎日新聞社 TBS テレビ群馬県が共催する日本の駅伝大会である1988年の第32回大会より一月1日に開催されニューイヤー駅伝の通称が用いられるようになった日本における 実業団駅伝日本一を決定する競技大会である。ただし、クラブチームはこの大会に出場することができない。箱根駅伝とともに、正月の二大駅伝競争の一つとして親しまれている。歴代最多優勝は、旭化成の25回。最多出場記録は、金棒と旭化成の56回。1957年に第1回が、 三重県の伊勢神宮下空前をスタートし、賢島を折り返す7区間 83.5km で開催された。コースの設定には、ベルリンオリンピックに出場し、後に毎日新聞社に入社した、孫社公平が提案、起伏がある五地峠を通るコースと10マイルの区間を設けたことが特徴であった。当初は早春に開催されたが、第5回大会より12月の開催となった。 1970年の第15回大会より、伊勢神宮内空を循環するコースを加えた 99km に延長以降第30回まで三重県で開催された。第31回は滋賀県で開催され、距離も 84.4km となり、約 15km 短縮された。第32回から実施日が1月1日になり、群馬県で開催されるようになった。 群馬県の主要都市をめぐる7区間、全長 100km のコースに変更されたのは第45回大会からである。スターターは群馬県知事が行っている。代々、箱根駅伝で一躍有名になった選手が多く出場している。日本実業団陸上競技連合毎日新聞社、TBS テレビ、群馬県日本陸上競技連盟、前橋市、高崎市、桐流市、伊勢崎市、 大田市、緑市、玉村町、群馬県スポーツ協会、工芸新聞社、スポーツ日本新聞社群馬、陸上競技協会東日本実業団、陸上競技連盟山崎製、パン株式会社太じは大会記録。歴代の優勝チームは、スタート地点の群馬県庁前にある、三陰関西の検証版にその名前が刻される。前年秋に、東日本、中部、北陸、 関西、中国、九州の4地区で予選が行われ、6地区の出場チームが決定する。第52回までは本大会上位15位までに入ることができれば、次回は予選の順位に関係なく出場することができたが、第53回からはシード制が廃止され、各予選での上位入賞チームが出場権を獲得する方式となった。同じ主催。 メディアスキームで行われる女子が予選を全国で一本化し、シード権を維持しているのとは対照的である。第53回以降は原則として37の本大会出場枠を前回の本大会成績等によって各地区に割り振る。具体的には、まず6地区すべてに1枠ずつを割り当て、その上で前回の本大会で30位以内に入ったチームの 属する地区にはそのチーム数だけ枠を割り当てる。さらに30位以内のチームの各地区ごとの順位の平均が最も上位の地区にはさらに1枠が与えられる。エントリー番号は前回の本大会に出場したチームは前回大会の成績順。その後に前回の本大会に出場しなかったチームが予選の成績順に並ぶ。なお予選通過チームが 企業の不祥事等によりエントリーしなかった場合は、原則として予選順位が上のチームから繰り上げエントリーとなる。このため、エントリー番号は、すべてのエントリーチームが確定してから割り当てられる。1区県庁前高崎、編集2区、高崎高電、編集3区高電、伊勢崎、編集4区2012年から2017年までは、2010年までは、伊勢崎、大田、編集5区、 太田、キリ編集6区2011年から2017年までは、2010年までは、キ流、西久保、編集7区2011年までは、西久保、県庁前、編集第53回からの区間構成変更により、変更となった区間について説明する。1区、5区、6区、7区については、第53回からを参照。2区、高崎伊勢崎、 編集区間記録保持者、高橋健一1時間で1分36秒3区、伊勢崎、小島、編集区間記録保持者、ガトゥニゲディオン30分43秒4区、小島、大田、編集区間記録保持者、秋山陽一郎29分29秒テレビ、放送及びラジオ放送は、TBS と地元の群馬テレビが、第32回から完全性中継を開始。 当初はサントリー、重機、キリン。1994年の第38回からは、山崎製パンが共産しており TBS 系の番組では、山崎新春スポーツスペシャルニューイヤー駅伝の名称と、大会全日本実業団駅伝の略称を使用している。なお正式な大会名称は、全日本実業団対抗駅伝大会。山崎パンの冠があるが一社共産ではなく、 複数のスポンサーの提供、協賛により放送が行われる。同社に加えて、車両提供者のスバルが全時間帯でスポンサーとなっているため、スバル以外の自動車メーカーは本大会に出場していてもスポンサーになることはない。8時50分以前は事前番組扱いとして直前情報を伝えるが、 7時30分、8時30分は、群馬テレビなどの一部地方局では放送されない、ローカルセールスの任意ネットワークのため、山崎の冠もつかない。また、8時30分、8時50分も引き続き、オールスポットであるが、全系列局ネットとなる8時30分の時点から、名目上、山崎の冠をつけて、8時50分以降の中継本編とは一体の番組として放送している。 一部の地方局では、イプグでの扱いを8時50分を境とした二部構成、もしくは7時30分、8時30分、8時30分、8時50分、8時50分以降の三部構成としている。なお、JNN 系列では2013年から2015年まで、スポーツテレソン、年末多義スポーツ祭りの枠内フロート番組として扱っていた。技術面では一部中継点において、 特定の系列局や特別協力の群馬テレビにスタッフ配置を任せているなど、系列各局から技術や辞任を動員している。番組ネット局、編集 JNN 系列28局、群馬テレビにネット、2019年大会における8時30分以前のパートも含めたネット局には印を付した総合実況、編集群馬県庁に特設スタジオを設けて、そこから、 全体の進行を行う。ただし、2010年のみ、森田正光のコーナーを除いてスタジオは使用せず、第一移動者の実況担当が進行した。解説、編集2014年から2020年、2013年、2012年移動中継者。編集特筆しない限り、TBS アナウンサー。2018年から2020年、2013年から2017年、2012年。中継所 編集特筆しない限り、全員 TBS アナウンサー。2020年、2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年リポーター。編集特筆しない限り、TBS アナウンサー。 2020年、2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、天気予報、編集特別出演、編集テーマソング、編集2016年までは一部の年度を除いて、TBS 駅伝テーマソングとして、前年の女子駅伝と共通で使用していた。2018年は、歌入りの楽曲を採用せず、 インストゥルメンタルの曲が使用された。美光編集 TBS ラジオでも2001年から中継番組を制作、放送している。放送は8時30分14時30分。進行役として女性パーソナリティが配置され、TBS ラジオキャスターが沿道からのリポートを担当する。2016年まで TBS ラジオではこのニューイヤー駅伝中継から 天皇杯全日本サッカー選手権大会の決勝戦中継にリレーしていた。このほか、コミュニティ FM 局のラジオ高崎は、2011年に高崎市役所視聴者の付近から中継を行った。2013年よりで全中継所のタスキリレーの模様を配信している。2018年からは TV 中継の同時配信も行う。2020年はパラビと TVer にて、 同時配信を行った、企業を母体とするチームが出場するがゆえに、その企業で大会直前に不祥事などがあった場合に、予選、本選出場を辞退するケースがある。AB 日本実業団陸上競技連合、編集、日本実業団陸上競技連合50年史、半世紀の足跡日本実業団陸上競技連合、2008年、13,102ページ。 日本実業団陸上競技連合編集日本実業団陸上競技連合50年史半世紀の足跡日本実業団陸上競技連合2008年27ページ日本陸上競技連盟70年史編集委員会編日本陸上競技連盟70年史日本陸上競技連盟1995年130ページ 日本実業団陸上競技連合、編集、日本実業団陸上競技連合50年史、半世紀の足跡日本実業団陸上競技連合、2008年、12から13ページ、AB 日本実業団陸上競技連合、編集、日本実業団陸上競技連合50年史、半世紀の足跡日本実業団陸上競技連合、2008年、13ページ、 AB 日本実業団陸上競技連合編集日本実業団陸上競技連合50年史半世紀の足跡日本実業団陸上競技連合2008年99ページ東日本予選で本戦出場権を獲得し出場予定だった JR 東日本が出場時代よって実際には1チーム少ない42チームで競われたこの年の激闘は 翌年のテレビ中継の冒頭で作評の3チームのゴールシーンと共に 100km 走ってその差わずか1秒。死闘の結果は神のみ知る。というナレーションによって解雇された2008年の第52回まで2008年10月1日に持ち株会社化したことで2009年の第53回以降は日清食品グループ名義で出場第60回では コニカミノルタの外国人選手が犬に噛まれ、負傷する事態となり、高崎市の条例違反として、飼い主の男性が群馬県警へ書類送検し、不起訴処分となった。東芒広域幹線道路の全線開通に伴い2014年10月に国道指定を解除され、群馬県道となった。年によって変動あり、一部系列局では8時30分一部系列局では240。 キー局の TBS テレビでは、イプグでも投資の番組として扱っている。高崎中継所は、静岡放送が技術を担当するほか、その他の中継所についても系列局の一部が担当している。高電中継所は、毎年、群馬テレビと TBS テレビのスタッフが共同で担当している。AB テレビで本大会が放送される局としては、唯一の独立局。 AB8 時30分以前は他系列の番組を自社放送。ABCDEF8 時30分以前は自社制作の特別番組を放送。AB8 時30分以前は JNN ネットワーク競技会賞受賞作品の放送枠に充当。地元の独立局、群馬県での中継ということで特別協力している。8時30分以前は自社制作番組を放送。 8時30分以前は自社製作番組の再放送。8時30分以前は3テレビジョン製作の特別番組を30分枠で放送した後自社製作の特別番組を放送。8時30分以前は3テレビジョン製作の特別番組を放送。2016年大会は1月24日23時1月25日4時に放送2個新曲ランナーが TBS 駅伝テーマソングに弾く音楽ナタリー、2012年11月25日2018年1月4日閲覧 w e e バー新曲夢をつないでが TBS 駅伝テーマに決定音楽ナタリー、2013年12月2日2018年1月4日閲覧異色の TBS 局員ユニット石井兄弟が歌う駅伝テーマソングマイナススポーツ日本 2014年12月6日、2018年1月4日閲覧、ウィーバー、新曲が TBS 駅伝テーマソングに、クリスマスイベントにラジオリスナーを特別招待、T サイトニュース、2015年11月24日、2018年1月4日閲覧、T ートークニューイヤー駅伝、テーマ曲担当音楽ナタリー、2016年12月16日、 2018年1月4日閲覧、JNN ハイタ協定により、JNN ニュースは、JNN 加盟局以外の放送局による放送は、できない。NTT 関西チーム、TBS、駅伝中継で、CM 飛ばし対策広告主らに配慮 2K ネット。2010年1月2日、閲覧。チャトベルニュース、石川信子、TBS ラジオ年始番組。 ニューイヤー駅伝 2011& 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会決勝毎日新聞朝日新聞などの2001年1月1日テレビラジオ面より第94回については2014年12月13日に決勝戦を開催年末年始の放送についてユーストリーム日本版公式ツイッター2012年12月30日 TBS 元旦ニューイヤー駅伝中継2018ネットと放送の同時配信が実現スクレンズ編集部2017年12月27日年末年始も TVer で各局入りすぐりの作品を集めた年末年始プレミアム特集公開中スポーツも充実駅伝とラグビーをライブ配信 PR タイムズ2019年12月16日 ニューイヤー駅伝2020元ビアサ、パラビでライブ配信決定。プレミアムプラットフォームジャパン。2019年12月24日閲覧。日本実業団陸上競技連合。編集。日本実業団陸上競技連合50年史。半世紀の足跡日本実業団陸上競技連合。2008年。71ページ。鈴木陸上部交通事故で。 男女駅伝出場自体。日刊スポーツ。https.www. 日刊スポーツ .com。スポーツ。news.fsptp0 から2 0 8万1112から42万8865。html2019 年1月20日閲覧、女子愛知電機。男子八千代工業が。大体出場。日刊スポーツ。https. www.nee-kansports.com スポーツニュース FSPTP0 から20081120から 431631HTML2019 年1月20日閲覧金暴力上部液伝自体年内自粛白藩問題影響スポニチアネックス http://www.sponichi.co.jp スポーツスラッシュニューススラッシュ2013スラッシュ10スラッシュ25スラッシュ ki ji スラッシュ k20131025006878680.html2017 年2月21日閲覧ニューイヤー駅伝が今週スタートの TBS ドラマ 陸王に登場します。日本実業団陸上競技連合、http://www.jita-tracfielt.jp:/topics/tbs/2017 k 年12月18日閲覧、ありがとうございます。